大谷翔平、議論白熱の MVP 争いで恩師マドンが提言。62発ジャッジと分け合えば嬉しい。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も大谷翔平のファンへ情報をご提供させていただきます。投打 W 規定の大谷と62本塁打ジャッジに言及。米大リーグエンゼルスの大谷翔平投手は5日、日本時間6日、敵地アスレチックス戦に、 3番、投手、兼 DH で、投打同時出場。5回1安打1失点。6奪三振の力投も、9敗目を喫したが、今季最終戦で規定投球回に到達。規定打席と合わせた、ダブル規定到達は、史上初となった。米メディアは、今季途中までエンゼルスを率いたジョー・マドン、前監督のインタビュー映像を公開。 62本塁打のアーロン・ジャッジが癒しと2人で MVP を分け合ってくれたら嬉しいねと語っているアスレチックス戦。初回の3人を抑えて規定投球回に到達した大谷。今季は投手として166回を投げ、15勝9敗、防御率2.33、219奪三振といずれもトップクラスの成績を残した。打者としても打率。273、34本塁打。 95打点。あのベイブ・ルースも達成できなかった投打のダブル規定到達を果たした。この日の試合中、米イ,インディアナ州地元局、ウィッシュ TV のアナウンサーのチャーリー・クリフォード氏は、自身のツイッターを更新。大谷の恩師でもあるマドン前監督へのインタビュー映像を公開した。この試合以前に撮影されたもののようで、動画内のマドン氏はア、アリーグ最多本塁打記録を更新した。ジャッジに言及。 ジャッジが三冠王になるのを応援していた。62号がクールなのはわかるけど、子供たちに三冠王が何なのか理解してほしい。もはや誰も話していないからね、と語っている。大谷とジャッジの MVP 争いは、米国で議論も白熱中。彼、ジャッジには三冠王になってほしいと繰り返した。マドン氏は、昔ながらのものが、また重要になってほしい。 打率とかね、彼が三冠王を獲得して、翔平大谷と MVP を分け合ってくれたら嬉しいねと異例の提言も。ジャッジは最終戦を欠場し、打率。311であらえす。ツインズの打率。316に及ばなかったが、62本塁打。13、1打点で2冠に輝いているザアンサー編集部、当番前日、アクシデント直後のやり取りが反響拡大。 大谷翔平と相手一塁手の会話分析にかなり面白いと米メディア注目現地10月4日の敵地オークランドアスレティックス戦では相手先発の投球を右腕に受けるアクシデントに見舞われた大谷翔平ロサンゼルスエンジェルス今季最終登板を翌日に控える中での死球に心配の声も上がったがこの直後には相手一塁手のセス・ブラウンに話しかけ 何やら、笑みを浮かべるシーンがあった。こうした二人のやりとりを受けて同日、字幕付きの映像をツイートしていたのは、ピッチング忍者の愛称で知られる、米投球分析家のロブ・フリードマン氏だ。掲載された動画内では、一塁上に足を運んだ大谷が、一言、足種、ね、と仕返しを予告し、ブラウンは、そんなことしないでくれ。 と楽しそうに返している会話の内容をユニークに分析したこの投稿はツイッター上で小さくない話題となったが試合から一夜明けても反響は拡大中だ。米紙 USA TODAY が管理するスポーツメディア For the Win は現地5日大谷が支給を受けた後一類種のセス・ブラウン選手に愉快なおしをかけたとしてフリードマン氏の投稿を紹介した記事内では メジャー史上最も素晴らしいシーズンの一つを過ごしたと今季の大谷を称賛した上で前日のシーンに関して痛みを振り払った後にかなり面白いリアクションをしたとコメントこれは楽しかった翔平は最高だツイッター上でも好評だったと振り返っているなお今季最終戦となった5日のアスレティックス戦では5回を投げて非安打16奪三振 一失点と高騰した大谷。チームが2対3で敗れたために今季9敗目15勝を喫したものの MLB 史上初となる投打ダブル規定到達の偉業を達成するなど最後の最後まで記録づく目のシーズンとなった構成ザ・ダイジェスト編集部大谷の偉業、米メディアも報道。またも歴史的シーズン、米大リーグロサンゼルス時事。 米大リーグは5日にレギュラーシーズン全日程を終え、ワールドシリーズが始まった1903年以降で初めて同1年に規定の投球回数と打席数をクリアしたエンゼルスの大谷翔平選手について複数の米メディアも報じた。大リーグ公式サイトはアリーグトップの脱三振率を誇った大谷の投打での活躍を紹介し、二刀流のスーパースターにとって またしても歴史的なシーズンになったと伝えたロサンゼルスタイムズ電子版は同リーグ最多を更新する62本塁打を放ち最優秀選手 MVP を争うヤンキースのジャッジと比較大谷はベーブ・ルースでさえもできなかったことをやってのけた二人とも MVP に値するどちらを選んでも間違いではないとしたニューヨークタイムズ電子版もジャッジとの MVP 争いに言及し ジャッジのライバルは大谷。大谷は投打の両方で規定に達し、二刀流でのスターの階段をさらに上がったと報じた。なんてクールなの。大谷翔平が見せたスマートな対応に海外指揮者も熱視線。こういうのが大好きだ。現地時間10月5日、ロサンゼルスエンジェルスの大谷翔平は、敵地で行われたオークランドアスレティックス戦に3番投手で先発出場。 5回、69球、非安打1、脱三振6、吉91、1失点と高騰するも、チームは2対3で敗戦。NPB 時代を含めた自己最多の16勝目は逃したものの、初回に MLB 史上初の投打ダブル規定に到達した。この日は、レギュラーシーズン最終戦。今季限りで引退を表明していたスティーブン・ボート。 アスレティックスの最後の勇姿を見ようと多くのファンが球場に詰めかけたが彼を打席に迎えた際の大谷のさりげない振る舞いが現地でも話題を集めている。二回一死の場面で投手大谷はボートと対戦。ボートが打席に入る際には彼の息子が特別に球場アナウンスを担当。ボートの名が呼ばれるとスタジアムからは大歓声が巻き起こる。その瞬間、 大谷はマウンドから少し離れた場所に移動し、ファンと37歳ベテランのための時間を提供した。このシーンにカナダのスポーツ専門サイト、ザスポーツネットワークの記者を務めるシェーブアリシは、なんてクールなの。大谷とスタッシが少し離れた場所に移動し、ボートに喜びに浸ってもらっている。私はこういうのが大好きだと自身のツイッターで称賛。 大谷と保守のマックススタッシエンジェルスの対応に感動した様子を見せた。誰に対しても敬意を払い、子供から大人まで愛される大谷。来シーズンも背番号17は、プレイだけでなく様々な場面で注目は浴びるだろう。構成、ザ・ダイジェスト編集部、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしくおね。